60から出たんだよ。कुछ करना नहीं हुआ यहाँ पे, शायद मीट करना होगा किंग के साथ, वहाँ पे उससे बैठा भी कर सकता है।
した空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水。何言ってんの？いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。は？カオスの手下だという意見もある。誰が言ってるの？あなた、あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。ये इंपोस्टर लग रहा है मेरे को, जिनके नियॉन एक बार भी फाइट करें थी उसके लिए, उसे तो नियॉन बहुत ज़्यादा शक है, बहुत ही ज़्यादा शक है।私は何をしでかしたんだ。大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが火はかまどから溢れ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったというものや、土の変化に困惑する農民もいる。クリスタルが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか。大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって、大昔の栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セイラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。城下は混沌としています。混沌？縄文を解けよ。城の守りを固めよ。はっ。どうする？忘れたけど、俺は戦うことが好きなんだ。Oh.
心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジョーク、出てきたか。蹴散らしてやるぞ。戦ってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。いずれ
この騒ぎ、俺たちのせいにされてんだろうね。本当だ。魔物と同じくらい人も闇を抱えてそうね。セイラ姫を見習ってほしいわ。報われないね、光の戦士ってのは。キューブ発見。調べておくか。ビッケ船長。アッシュ、当てにしてもいいか。そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アストスなら何とかできると思って探しているんだが、見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。人を見る目はあると思っていたが、エル
には役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい？アストスはどこだ？コウモリを追え。アストスの手下みたいなものだ。わかった。海賊に名古屋言われたくねえだろうが、憎むな。怒りに我を忘れるな。俺みたいになるぜ。なんでこんなことになっちまったんだ。ここまで来たのは私は初めてね。私の断片的な記憶の中にこの風景はないの。何が始まるんだろう。かつてない混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。Okay, so we'll find Astros in the next video. Thank you guys for watching and I'm studying. What is this thing? We can go to this place. False message 33. Okay, I need to change the stats. Because I think I have robbed my friends of everything. Koumori no iru tokoro, Astos ari ka. Ikuzo. That was fair to right? Okay, what are the settings? I am not using this one. Which for my friends, right?
can only take this one. This happens. Okay. Let's go with now I have pants. Let's check. ここは私の記憶にはないわ。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうがやることは一つ。分かってるわ。アストスを探しましょう。大歓迎。やるぞ、引き付いてこい。楽勝楽勝。次も足りんぞ、ジャック。だ。喜べ。
集中しろ。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。小さな違いを見逃すと。もちろんだ。
整えよう。アッシュ、当てにしてもいいか。もちろんだ。歓迎だな。やるぞ、ついてこい。
囚われているのか。体勢が下がったみたいだな。なんだと。あと当てにしてもいいか。よしゃっくん。当てにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。やった、大歓迎だな。ジャック、戦おう。Why is it not showing me this enemy? This camera system is so Not that easy, man. That easy. Wada, got me られた. To catch the 方法があるはずだ。探せ。考えろ。The fuck? 本気だね。What the?扉ね、こういうのは条件が合えばあっさり開くものよ。フッ
やめろ。だ。Just maybe above this. この鍵があれば扉を開けられるかな。ネオン、ルフェインのことは知ってるか。大昔、この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと多くて、ルフェインが田舎の村みたいな。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところがルフェインが短期間で大きく発展した。複雑な地形で戦争が始まって長く続いたんだ。敵発見。決定してやる。やってやる。途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大敵だったから、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に動いてしまったので、ルフェインが突然消えてしまった。何があった痕跡もなかったと言われている。大昔から伝わるいわゆる伝説だ。どこまで本当の歴史かなんてもうわからない。すぎる。次も頼むぞ、ジャック。やるかい。さっと倒そう。お出迎えだな。また引き潰す。余裕だな。つまらん相手だったな。また鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。
コーネリアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。アッシュ、当てにしてもいいか。もちろん。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェインは何を考えてこんなことに多いの。俺たちを試しているんだ。ことにしてほしいわね。結晶の輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。他にも鍵や扉があるということかしら。
当てにしてもいいか。もちろんだ。Done.
鍵が必要な扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なのかしら。これで全部反応したみたいね。調べてみましょう。これってさ。当てにしてもいいか。俺もそうだろ。ジャックがいれば負けないさ。こしゃくのトラップだ。古代人は底意地が悪いんだ。
ッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られるんだ。敵発見。ジャック、戦おう。できたか。体勢を整えよう。敵だ。叩き潰すぞ。Thank you.
か。いつもこうだといいんだけど。やばそうだよ。大歓迎だ。がいれば負けないさ。残りの体力を切り捨てて。
double fight, that was a triple fight, I don't know how many times. お疲れさん、力を入れろ。どうした、相手もやるね。無理は禁物だぞ。邪魔だ。一応勝ったし、いいんじゃない？あんたに頼られると力が湧いてくるよ。敵だ。やるぞ。私の予感ではアストスとアイドル。どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、
He's really fighting chaos. Wait, Tetsukuzu! たちが遊んでやろう。アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られるし。記録は全てこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。
大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したか。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは、あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。アストスの話を聞こう。そのために来たんだから。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた。義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思う。君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない、レオ。I have to end here. We do whatever he's saying us to do in the next video. あっちか。Well, I have to do it itself. But not. Okay, see you in the next video, guys. Thank you guys for watching and stay tuned.